皆さん、こんばんは、マーティン。ダーミ役クは、いけにたです。介護福祉講座、えー。介護、いろいろですね。生活支援技術。まあ、排泄はですね、老廃物、出すものです。胃酸化、たつは汗も含まれています。排尿、排便のことを実は指すんです。確かに、匂い感じる人とか、あとは、まあ、起き上がってトイレ移動する人、トイレの場所をわかる人、あとは、まあ、着脱、あと始末、いろいろありますね。確かに、コントロールです。臭い、便意を感じる。ドアに移動してドアに入る。便器を認識する。あの衣服を脱ぐ。 あとはあ我慢できるか。あと排出。そしてトイレットペーパーで処理。正式とはい。あとは整えて手洗って次の生活に移動。こういうサイクルがございます。大事なポイントとしては、デイケア部分の介護ですね。介護職はですね、一日何回も繰り返す行為を。他人に移動しなければならない勇者の立場を考えて必要性がございます。やはり身体も問題ですね。あとは原則としては心身の状況を表せる。利用者の尊厳。用者のプライバシーの保護。あとは安心してできるか。やはりね、いろいろとは自立支援。 周知心の理解と人間としてのプライドを尊重する。介護の負担を軽くする合理的な技術を身につける。匂いと便以外、在位が保てれば、えー、基本的に投与を使用する。移動できる場合も、便器や尿器を段階的に検討する。排泄の姿勢は、利用者の自然な動きを活用するため、できるだけ在で行う。介護用品や補助具を上手に使う。身体機能を活かせる衣服を選択する。利用者の排泄リズムや習慣を活かす。安心して排泄できるような環境を整える。 最後の手段です。最終手段だと考えてください。あとは、まあ、トイレの整備、まあ、温めることですね。移動に応じての距離。あとは、まあ、季節によってもそうですが、温めるのは大事。清掃しやすく。あとは、まあ、呼び出しベルをつける。まあ、簡易設置式用式便座やプラット式オームのトイレ、いろいろありますよね。事実の高さにもよります。あと、点灯転落、あと尿の感染、健康状況に特に気をつけましょう。以上です。バイバイ。